三角フラスコ三角フラスコの種類三角フラスコの原図的定に使われる三角フラスコ三角フラスコ、またはエルレンマイヤーフラスコは平らな底面、円錐状の胴体、円筒状の首が特徴の実験必要フラスコの一種である。名称は1860年にこのフラスコを発明したドイツの科学者エミール・エルレンマイヤーにちなむ。三角フラスコは土台が広く、 上に向かって徐々に細くなり、先には短い垂直の首がついている。メモリ付きのものもあり、鉛筆で印がつけられるすりガラスあるいはエナメルの場所があることが多い。ビーカーとは胴体が細くなって一点と細い首が異なっている。三角フラスコの口は、脱脂面やゴム線等を使用して、線をできるようにビーズ玉のようなリップを持つこともある。あるいは、 首はガラス線が使えるように目型すり合わせが装着されていることもある。三角フラスコの細くなった上側と細い首によってこぼれる危険性を抑えながらぐるぐる回してフラスコの内容物を混合することができる。このため適定に適している。このような特徴は同様に沸騰した液体を扱うのにも適している。熱い蒸気はフラスコの上部で凝結するため 溶媒の損失を減らすことができる。フラスコの細い首はロカロートを支えることもできる。後半の二つの特徴は再結晶操作での使用に特に適している。三角フラスコは微生物培養物の調整のために微生物学でも使われる。細胞培養用のプラスチック製あるいはガラス製三角フラスコは滅菌して使用されインキュベーションや 浸透の間のガス交換を促進するためのベント弁を備えていることもある。違法薬物製造業者を妨げるため、アメリカ合衆国テキサス州は必要許可を持つ、業者のみに三角フラスコの販売を限定している。ありがとうございます。